はい、それじゃ料理でお任せー。あー、つらい。チーン。ちょっと宝箱の方行こう。あれ、友蔵じゃない、あっこにいるのは。探検家友蔵や。行くかー。あれよね、多分大魔王までにはもう一人の仲間が現れると思うんやけど、いつどのタイミングで現れるんかちょっとよく覚えてないよね。これはあれよ、プーさん、乱射をすべき部分じゃないの。さあ頑張るんだ。ほら、この大人数の敵の時に効果を発揮する乱射を早よう。お、避けて。避けろよ、おい。大丈夫？ほらほらほら。乱射じゃないのね、そこ。いや、強いよ、強いけども。君も普通に攻撃かい。やったよ。見てた、ちゃんと。応急ダンス。もう踊ってた。いや、めっちゃ踊ってた。足元バタバタなってた。足元バタバタしながら回転してるんだね、あれ。盛り上がってる、いいね。まだまだね、みんなちょっと体力が少ないから、早くレベルを上げていきたいわ。絶対勝ちましょう、もちろん。ダンシングアロー。すごいでしょ。お、スラッシュ。これがね、スラッシュって全体というか数匹いけんかったっけ？気のせいかな。お、これで、いけたー。びっくりした。なんかたまにさ、なんか、HP と MP 見間違えるよね。今、1って思った一瞬。プーさんそんな攻撃受けたって思った。ね、眠い。あるある。あるあるよ。これは、あ、右側で。適当か。あーあ、体力痛い。罠に引っかかった。じゃあ、すかさず今そっちも、片方しか倒せん仕組みになっとんかな。どういう仕組みなんやろ。謎やけど。さあ、行け。森ゴブリンは森へお帰りよ。ここは洞窟だよ。洞窟ゴブリンと交代しよう。いるかどうか知らないけど。はい、回復料理。その場でシャシャシャって作って食べれる感じいいね。もはや女子力というものでもない気がするけど。お、初めての優しい行動、お恵み。これを使って。ありがとう。おー、さすがメグさん。私は MP 振りかけを忘れていたよ、今。ゼロだったろね。お、いけ。から焼き。お、手助けありがとう、メグちゃん。余裕だね。お、あと一発ぐらいでいけるんじゃないか。いけ。はい、仕留めた。オッケー。やったー。あの、上はどういう仕組みでくるくる回りようやろ。戦車のやつ。もうレベルアップ、順調、順調。焼きバナナを覚えた。仲間が HP バナナを食べるときに自動発動、効果がアップする技。いいね。回復促進良きよ。私が頑張らないとって言いつつ、後ろの方におるっていうね。そこら中、ジュースだらけ。ここに住んだら飲み放題だよ。でも毎日だと飽きそうだな。確かに。短すぎるものってありがたみ薄いね。そうだね。でもどうなんやろ、食べ物ってなんか、なんか不思議よね。食べ物ってあるけど、飲み物ってなんか飽きるっていう概念がないんやけど。飽きた飲み物ないな、今まで。これそろそろ来そうじゃない？どうよ。てかそろそろコントみんなとのレベルの差が。ねえ、めっちゃ開くことない？大丈夫？はい、とりあえず料理を。お任せー。
どうぞ。MP アップしたけれど、したけれど、その代償として、死亡。はい、ゲームコーナーで、ルーレット。水玉のエプロンがゲットできるね、これは。どうした？どうした？なんか料理人ばっかりやん。あ、通り過ぎそうな勢いやめて。大丈夫。よし、オッケー。水玉のエプロンゲットー。あ、ここで、まあ、アユナなんですけど、何色？あ、ピンクめっちゃ可愛い。超可愛いやん、やっぱり。あー、いいね。いいね、これで行きましょう。はい、そして、お小遣い。お、銅の玉。パワーアップ。パワーアップ大事。攻撃系パワーアップ大事よ。銅の玉を買ってきた。玉っていう感じじゃないけどね、なんか。刺しそう、あれで。恐ろしいわ。さあ、それじゃあ。まだこの3人か。料理人の服、エプロンを5種類集めよう、達成。さあ、頑張っていきましょう。お、宝箱のとこ行けるようになったんじゃない？宝箱行きましょう。よし、来い。行くかー。旅は道連れ。なんかね、これ見た目的にはめっちゃグツ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 なりよって暑そうやけど、暑そうやけど、オレンジジュースなんよね。ってことは、まあ、湯気立ってないし、冷たいんかな、もしかして周り。あったかいオレンジジュースやったりとかする。そんなことない。お、怪物が入っていた。何ですって。ミミック的な感じ。よし、行け！ほい！余裕だね。お、そしてスラッシュ！いいぞ、いいぞ、みんな。どうだ？プーさん？プーさん、乱射を。乱射をお願いします。武器も新しくなったことやし。大丈夫？はい、好きレベルアップー。こんな時にのんきに踊り出すよ。好きなのかな？二人はお見舞いを覚えた。安全地帯でその相手を元気づけて回復効果をさらにアップ。あー、みんな気をつけて。元気いくよ。カッスル攻撃。痛い、大丈夫か？ヤッホーって。お、ダンシングアロー。いや、ココアもね、全体攻撃。待ち、妖精は全体攻撃とかしてくれるのやったっけ？普通に個人攻撃するだけ？こういうなんかプラスゲストみたいなやつ。あ、これはメグちゃんの体力が。バナナだ。バナナを食べるか、アイヌが回復するか。すごいでしょう。お、回復せんのかい？絶対すると思った、普通に。まあでも、あと一匹で一発で仕留めれるってなったら、それじゃ大丈夫か。お、二人一気にレベルアップ。いいね。エスコートを覚えた。誰かと一声かければ仲間が手を取り、手を取り身を交わす自動発動技。プーはレベルアップ。プーさんの方は新しい技なかったか。前回あったけんかな。はい、な、グッジョブ。新しい服欲しい。君が一番新しい服ゲットしてんだよ。これは誰の？また？またあゆな。通過エプロンが入っていた。今ちょうど新しい服欲しいって言ったしね。どれがいい？ピンクかわいい。ピンクにする。ピンクにする。超かわいい。いいね。通過の感じは赤やけど、この遠目に見て、黄色い刺繍が入ってるのいいね。お、好きレベルアップー。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。ほい、それじゃあ料理を。お任せでー。どうや。あれやね、お姫様が一番好き嫌いないような気がする。他の子たち、ちょっと両端の二人、好き嫌いありすぎでしょうよ。
はい。ルーレット、ダンボールアーマー欲しい。ププーさんやね。欲しいです。防御力をアップしたいです。あー、抜けた。抜けたよ。上ネズミチーズゲット。もうこれはこれでいいんやけどね。しかも見た目が可愛いっていう。はい、それじゃあ。お小遣い。お、メグちゃんが服、シルクのドレス。やっとや、これもね。これもずっとルーレットで出つつ、手に入らんかったけんね。シルクのドレス。どれがいいかな。個人的にこれめっちゃ好きなんやけど。なんかすごい上品な感じすることない？いいね。なんかこう、緑なんやけど、緑の中でもちょっと深みがあるというか、なんていうの、エメラルド系っていうんかな。そんな感じ。はい、じゃあ出発します。よし、行くぜ。次、友蔵やね。よし、行こう。友蔵、友蔵。行くか。あ、友蔵、あの年齢で、一人で冒険しようのすごいな。ね、この若いメンバーでも、3人、4人で行動していかんとできんっていうのに、たった一人でこんなところまで来る友蔵、さすがすぎるわ。あれかな、一人で旅しながら、心の中で、心の俳句を読んでいるのかしら。大丈夫か？よし。頑張った。頑張ったよ、みんな。むむ。助けてあの人何してるかな？やっぱ印象残ってる人とかは、おる？お、来た。むむむ。この液体の甘い匂い、飲めるかな？飲んじゃおうかな？お？飲むの？飲んだの？あ、君は、僕のこと覚えてるかな？探検家の友蔵だよ。世界の不思議な場所を旅して回ってるんだ。久しぶりに会った記念にこれあげる。そんな久々でもないけどね。謎めいた石板をゲット。これ何個いるんやっけ？じゃあまたどこかで。え、これあの、なんか扉開くやつやろ？多分。多分、おそらく。てか、友蔵の、こう、なんていうん。一人称が、僕っていうのがね。僕って言われましてもって感じがするけど。え、本物の友蔵は、一人称わしやったよね。わしにしろよ。一人称変えれるだろうよ、作った人。お、新しい技、乱射来たわ。ここに来てきたわ。どやどやどや。お、とりあえず仲間側には一人も当たってない、いい感じ。ただ、相手側も一匹もやっつけれてはなかったけど。そんなこともあるよね。これからどんどん攻撃力を増していくけん。そしたら、乱射だけでやっつけれる日も夢ではないはず。無事でよかった。オッケー。よーし。何を内緒にされてるの私。つら。ふわふわオムレツ、いいね。しかし私はオムレツよりもオムライスが食べたいです。ご飯が欲しいです。はい、ただいま。お、メグちゃん？メグの部屋に行きたいな。よし、連れて行きましょう。じゃ、とりあえず。はい。適当に。やっぱそういうところは私っぽいんやね。手伝うよ。お、めぐちゃん手伝ってくれるなら、きっとピッカピカになるはず。私一人でやったら多分ね、めっちゃまだらな感じになりそうな気がするよ。はい、それじゃ料理で。お任せー。あー。つらい。チーン。
ほい、そしてゲームコーナーでルーレット。ダンボールアーマー来い。いや、しかし、狭まってしまっているね。結構狭まったね。あ、でも、その勢い。勢い弱まるな。あー、ペア旅行券か。なるほど。ということは、はい、今回は、アイナとメグちゃんで、バカンスレッツゴー。楽しんできてね、しっかりと。どうだ、どうだ。なんか結構あれよね、飛び盛りの島に似てない？なんとなく。楽しかったね。ねえ。お、好きレベルアップ。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。優しい。ほい、それじゃあ、お小遣いは。お、二人とも武器。レースの上着、これいい。これ絶対合う。いいね。めっちゃいい、めっちゃいいよ。ビジュアル最強よ。いいね、いいね。ほい、そして、フライパン。一瞬、虫眼鏡かと思った。中華鍋を買ってきた。分厚くなったな。あ、でも一応今、中華の格好をしとるけん、合う。合う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 。いいね。いいね、いいね。さあ、それじゃ出発していきましょう。はい、それじゃあこの先、あっちは行かんでも大丈夫なとこかな。ね、一箇所行ってないとこあるけど、あそこになんか奪われた顔があったりとか、そんなのはない。あ、果樹の洞窟か。甘い香りでいっぱいだ。これは美味しそう。え、やめなよ。きっとオレンジジュースだよ。違うよ、危ないよ。違うの？アイナは謎の液体を捨てる。大丈夫か？マグマだったりしない？消えた。え、アイナは消えちゃった。スケスケだ、すごい。透明人間になった。そういう仕様。あれ？しかも服まで消えるよ。チェー。あの、よく漫画である、服だけは消えないみたいなのじゃないんやね。よく漫画であるかわからんけど。ドクタースランプはラレちゃんがそうやった。服だけは透明にならないから、とりあえず体を透明にして服を脱ぐっていう。あ、でもそれ効果切れちゃって最悪やけどね。変態やん、ただの。いきますわ。イエーイ。どうだ？いいよ、いいよ。筋肉痛になりそう。頑張って。そこは頑張って。ここはと仲良くしよう。ここはと仲良くしてたら、次女、長女とも仲良くできるかもしれない。そしたら多分ね、エルフの村の入り口におった女の子とも仲良くなれるはず。から焼き。お、スラッシュ。いいぞ。どうだ。お、メグいいね。アイナに褒められて上機嫌。あ、連続攻撃はやめてください。体力には多少自信あるけどね。お、いけ。いいぞ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 。勝利。お、ぴったり1000人や。結構頑張ったね。ふわマシュマロゲット。ね、眠い。実は私も、そして実は私も。眠い。寝ても寝ても眠いってあるけどさ、あれなんかな、やっぱ寒くなってきたけんとかそういうこと。え、言うて春になったら春のポカポカした陽気で、いや、思うよ、一年中眠くない？春は春のポカポカした陽気で眠くなるやん。春眠暁を覚えずと言うし。やけんって、夏、寝苦しいよ。寝苦しいけどよ。まあ、眠いよね。普通に、
眠いよね。で、秋。秋は涼しくなってきて、まあ、過ごしやすい。眠いよね。で、冬。冬は、まあ、生物がこう、冬眠する期間やけん、当然、眠いよね。っていう感じ。要は一年中眠いんだ。いや、だってさ、結構こう、学校とかで、暖房つけたり、クーラーつけたりとかする学校ってあるやん。やけどなんか、夏場に涼しくて快適にしとったら寝るけん、なんかあえて切るみたいなことされたところで、暑くても眠いですけど、みたいな。お、ボーナス経験値50。はい、めぐちゃん。レベル上がらなかった。で、冬場に、まあ、ポカポカ暖かくなったら眠くなるけんっていうので、冷やすやん。眠いけんね。お、助けた人が1000人になったので、神の力の目覚め。HP 振りかけ増量。HP 振りかけのサイズが280から300になった。MP 振りかけ増量。MP 振りかけのサイズが100から120になった。ほっほっほっ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに、次の目標は1050人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。おやすみだね。おやすみモードですね。ほい、それじゃあ、料理を、お任せで、どうすか。死んでる。あの、なんか、速攻チーンってなるよりも、うわー、ガクってなる方が結構好き。はい、ゲームコーナーで、ルーレット。ボロボロのアーマー。ボロボロのアーマーください。これ、ボロボロを手に入れた場合は、あれやんね。こう見た目だけをボロボロに変えて、中身頑丈にしとけばいいよね。お、ギリギリゲット、やったね。はい、それじゃ、景品ボロボロのアーマー。これはプーさん。継ぎはぎだらけだよ。色味どうしよっかな。今のちょっと赤い感じ可愛かったかな、これ。よくない？めっちゃ修理しまくっとるやん。ほい、それじゃあ、お小遣い。お。ダンボールアーマー。なるほど、見た目を変えなくても速攻で、速攻でレベルアップしたね。オッケーオッケー。ダンボール。まあダンボールやけん、一般的なのでいこう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てか最後の一人出てくるの遅くない？遅いよね。出てくるよね。結構なんかこの最初の3人とのレベルの差がめっちゃ開く気がするけど。